こちらにはこのレンズやフィルムがありますけれども、どういったものなんでしょうか。こちらはですね、あの変更フィルムの紹介になるんですけれども、はい、こちらがですね、その変更フィルムを、レンズの中に挟み込んで作ったサングラス、はいはい、こちらの方ですね、ちょっと表面がギラギラしているかと思うんですけれども、このレンズを通してやると明るさが抑えられてはっきりと画像が映る。隣こちらですけれども、こちらはですね、ま、あの見えないインクって書いてるんですけれども、近赤外色素の紹介になります。はい、近赤外色素というのは、あのいわゆる人が、ね、目に見える領域に吸収がないので、色はないんですね。見た目はないと、はい、でもあのその近赤外を検出する機械を使ってやると見ることができるという方法なんですね。はい、見ますと、カラー印刷の中に QR コードが浮かび上がります。そしてカラー印刷のところは見えないんですか。見えないんですね、はい、まあ、こういうふうにカラー印刷の上から見えないインクが書かれたものをこの機械を使って、まあ、映し出しているというところですね。はい、いわゆる工場とかの生産の管理とかに使えてですね、例えばお客様にはいらない情報なんですけれども、これはどこの工場で作りました、出荷されたのがいつで、どこの配送センターに行きましたとかっていう情報を段ボールに書いたりとか、そういうこともできます。あ、なるほど。